株式会社 AI によるデモ音声です。写真拡大。5月に左肩手術を受けた新人の古川奈穂騎手21、立東矢作厩舎が9日の阪神競馬で復帰する。株式会社 AI によるデモ音声です。4月25日以来の実戦に向けて、復帰週から馬を準備してくださって乗せていただけるので、結果を出せるように頑張りたいと、にこやかな表情で意気込みを語った。これはデモ音声です。休養期間には、体幹を強くするトレーニングに加え、フィジカルトレーナーから、体の使い方について、指導を受けてフォーム修正に着手。株式会社 AI によるデモ音声です。トップジョッキーが大時の共通点を教えてもらった。これはデモ音声です。競馬でその動きができたら、もっと馬を動かせるようになると、さらなる技術向上のため取り組んだ。株式会社 AI が提供するデモ音声です。2日に調教騎乗を再開し、復帰週から一つでも多く勝てるように乗っていきたいと気合10分。これはデモ音声です。計6頭に騎乗予定で、受給者のモズピンポンには、競馬のやり方に幅が出てきたのがいいと期待を寄せる。株式会社 AI によるデモ音声です。今週はコンビを組む馬たちの追い切りにもまたがり、人間も、気持ち的に競馬モードになったかなと思います。株式会社 AI が提供するデモ音声です。楽しみが大きいですと、約半年ぶりのレースに目を輝かせた。株式会社 AI が提供するデモ音声です。まずはデビュー7勝目を目指し、再スタートを切る。株式会社 AI が提供するデモ音声です。みんな、学び。